妊娠ってこんなに辛いの？気持ち悪いし、自由に動けないし。それなのに、こいつと来たら。帰りが遅い、無神経、空気読めない。ただいま。勝手に旅行だと？こんなんだったら妊娠なんてしなきゃよかった。そんなこと言っちゃダメだよ、悲しいよ。お腹の子も悲しむって。あんたなんて大っ嫌い。どうしたの？でも大好き。これから生まれてくる君にビデオレターを送りたいと思います。君へのビデオレター。